ヤングマガジンをご覧の皆さん、こんにちは。ミスマガジン2018の沙織ちゃいかです。倉本理央です。藤井美です。池松愛理です。佐藤愛理です。今日は久しぶりに5人が集結して撮影してます。久しぶりやっぱどの5人やね。そうだね、びっくりくるね。本当に来てますね。どうですか撮影の意気込み。みんなよく食べるな。最初の方も全然全部なんか満足しない。もう今めっちゃ食べる。沖縄ロケの時もさ、お腹出るからって言ってなかったのに、今日の朝ごはん、なんかちょっと待って、そこまでおやけにしないでほしい。池田ちゃんすごいからね。そうだよ、めっちゃ食べる。私食べるよね。ゆりなんでお菓子のイメージ食べてる。今日の朝いっぱい買ってきた。そうだね。こんな感じで撮影はまだまだ続きますので、はい、バイバイ。リオです。今日の撮影はですね、5人がまた久しぶりに揃って表紙の撮影をしたんですけれども、初めてみんなで沖縄を撮影した時よりもなんか違いますけど、雰囲気がまた違って、あ、みんな大人になったんだな、1年で成長したんだなっていう思いが高まりました。私にとってこの1年は、舞台をやらせていただいたことももちろんですし、グラビアをやるっていうことがまず初めてだったので、すごくドキドキした。体調管理とか体型管理もしっかりしなきゃっていう思いとともに、あ、もっとグラビアも頑張りたい、そして女優としても活動していきたいなっていう思いが深く高まった1年でした。これからも頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。バイバーイ。こんにちは、池松愛理です。今日は久しぶりにミスマガメンバーと、5人揃っての撮影だったんですけど、この5人ではいろいろと、まあ、最初は沖縄の撮影だったり、舞台を経験したりとかで、いろいろも大変なことや辛いことも一緒に、過ごしてきた仲間だったから、本当に絆が深まって、今日も、2日間撮影したんですけど、本当に楽しく、みんな支え合いながら撮影を終えることができました。今までの芸能活動でグラビアが初めてだったから、いろいろと、まあ、苦戦もしたし、いろいろと勉強もさせていただいたんですけど、また一皮抜けたんじゃないかなと思います。なのでこれからもまた新たに、スタートして頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。バイバイ。佐藤愛理です。今回久しぶりのグラビア撮影だったんですけれども、久しぶりに他4人と5人揃って撮影することができました。やっぱり1人で撮影する時よりも5人揃って撮影した時の方がすごく、私も緊張もあんまりしなくて、ゆっくり落ち着いて撮影することができるなと、改めて5人の他4人のメンバーの大切さをすごく実感しました。ミスマガジンの審査員特別賞をいただいてもうすぐ1年経ちますが、これから2019年が選ばれるということで、やっぱり先輩としてもっとしっかり目標を持って、この1年間学んだことをバネにして女優を目指して頑張っていきたいなと思います。今後とも佐藤愛理をよろしくお願いいたします。こんにちは、岡田ゆりのです。昨日と今日で2日間久々のミスマガジン2018、5人での撮影が終わりました。撮影はですね、熱海に行ったんですけど、みんなでこの5人で熱海に行けるっていうのは本当になんか当たり前のことじゃないし、すごい楽しかったです。私は、ミスマガジン2018を通して本当にたくさんのことを学んで、撮影も本当に初めてだったし、舞台演技も初めてだったし、本当にこのミスマガジン2018を通して本当にいろんなことをもっと学びたいなと思ったし、もっとこれからも成長していく姿を皆さんに見せたいなと思いました。本当に応援ありがとうございました。そしてこれからも応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、沢口愛香です。今撮影が終わりました。お疲れ様です。はい、今年1年ミスマガジン2018としていろいろ山賀さんなどで活動させていただいて、最初はみんな一斉のでっていう感じで
初めてだったんですけど、ここにいろんな仕事をいただく中ですごくみんな成長していて、自分も本当に負けてられないなって強く強くいつも思っていますし、やっぱりこうやって切磋琢磨できる仲間がいることってすごく大切なんだなってよく学ぶことができました。これからもミスマガジンだから、誰にも負けずに、自分らしく前を向いて頑張っていこうと思います。これからも応援よろしくお願いします。以上、沢口愛香でした。